アントニオ・カンドレーバはイタリア・ローマ出身のサッカー選手。セリエ AUC サンプドリア所属。ポジションは MF。2004年9月21日、セリエ B の1から1と引き分けに終わったエンポリ FC 戦でプロデビューを果たした。2005から06シーズンから徐々に出場機会を得るようになり、このシーズンはリーグ戦29試合に出場した。翌シーズンは セリエ C に降格したチーム内にあって、クラブの中心選手として活躍し、イタリア国内で注目を集めるようになった。2007年6月、当時、セリエ A に在籍していた、ウディネーゼカルチョへ移籍したが、移籍後すぐに U-20 チームへ配属された。翌年の1月27日、インテルとの試合で、トップチームデビューを果たすが、0から0のスコアレスドローで試合を終えている。 結果、このシーズンでは、リーグ戦とコッパイタリア合わせて8試合しか、出場することができなかった。2008から09から2009から10シーズンは、出場機会を求めて、セリエ B のリボルの駅限付き移籍をした。8月30日行われたアベリーノとの試合で、移籍後初フル出場。10月6日のエンポリ戦で、移籍後初得点。2010年1月、ユベントスへ、 シーズン終了までのレンタルで移籍。1月23日のローマ戦で、ユベントスでのデビューを飾ると、2月21日のボローニャ戦では移籍後初得点となる、決勝点を挙げた。2010から11シーズンは、同じく3エ a のパルマへ、レンタル移籍。2011から12シーズンの前半戦は、AC チェゼーナへ、レンタル移籍をする。 遺跡市場閉鎖直前の2012年1月31日、SS ラツオへ、レンタル遺跡。チェゼーナへ、シモーネデルネロを、レンタルで放出し、ウディネーゼからのレンタルとなった。4月7日、SSC、ナポリ戦で遺跡後初ゴールを決める。2012年7月18日、ラツオ側が買い取りオプションを行使し、レンタル遺跡から完全遺跡へと切り替わった。 完全移籍後の2012から13シーズンはチームの主軸として奮闘する。リーグ戦では35試合に出場して6得点。自身2度目となるヨーロッパリーグではフェネルバフチェス K にこそ敗れたもののベスト8進出。コッパイタリアでは決勝で AS ローマを1-0で破り優勝を飾った。2013年7月には契約を4年間延長した。 2016年8月3日、インテルに4年契約で移籍した。11月20日、ミランとのミラノダービーで加入後初得点を記録した。2017から18シーズンは、セリエ A で36試合に出場するも、得点を挙げられなかった。そのシーズンのコッパイタリアではベスト8で、宿敵ミランと戦った。カンドレーバはフル出場するも、延長後半に、パトリック・クトローネに、 決勝点を与え、屈辱的な敗戦をした。2019から20シーズン、US レッチェとの開幕戦では、ミドルシュートでネットを揺らし、4から0での対象に貢献した。2020年9月25日、UC サンプドリアと2024年までの契約を締結したことが発表された。レンタル遺跡の期限満了後に完全移籍する契約となっている。 U-18 イタリア代表に選出されて、以降、各世代の代表に選出。2008年には、トゥーロン国際大会、北京オリンピック代表に選ばれた。U-21 イタリア代表では、U-21 欧州選手権2009に参加。準決勝で、U、U-21 ドイツ代表と対戦し、0から1で敗北した。2009年11月に、 リボルノでの活躍が認められイタリア代表に初、召集され、11月14日に行われた、オランダとの親善試合で、先発出場し、代表デビュー。2014年11月16日の UEFA、ユーロ2016予選、クロアチア戦で代表初得点を挙げた。縦への突破を持ち味とする、サイドハーフ。中盤のすべてのポジションをこなし、 司令塔としての才能も評価されている。イタリア代表のチームマネージャーを務めるルイジ・リーバは、フィジカルも良く、運動量があって、ボールへのタッチもうまいと評価し、元イタリア代表監督のマルチェロ・リッピは、ドイツ W 杯のメンバーと比較し、シモーネ・ペロッタのようなプレーができると評している。国際 A マッチ54試合7得点。ありがとうございます。